熊本市のさまざまな取り組みを紹介するこんばんは熊本市。今日のテーマはライブ119って何？熊本市消防局では去年8月から映像通報システムライブ119の実証実験を行い、先月15日から熊本市と益城町、西原村で正式に運用を開始しました。ライブ119って一体どんなものなんでしょうか？ライブ119とはスマートフォンからの119番通報者に動画の撮影・送信を依頼し、通常の119番通報に映像を加えることでより正確な情報をリアルタイムに伝えることができるシステムです。火災・事故などで消防車や救急車を呼びたいとき、まずは通常通り119番に電話をかけてください。消防車や救急車が出動した後、消防司令員が必要と判断した場合に通報者へライブ119の使用を依頼します。この時スマートフォンをスピーカーに切り替えると、操作中に耳から離しても消防司令員の声が聞こえるようになります。了承が得られたら通報者のスマートフォンにショートメールで映像送信用 URL が届きます。それをタップするとライブ119が起動、注意事項をご確認いただいた上で撮影を開始してください。映像は現場に向かう隊員にも伝送され、現場の状況がリアルタイムで確認できるようになります。このライブ119では必要に応じて消防司令員から通報者のスマートフォンに心肺蘇生法などのデモ動画を送信します。救急車が到着するまでの間、通報者は動画を見ながら適切な応急処置を行い、より効果的な救急処置につなげることができるんです。ライブ119、ぜひ覚えておいてください。ライブ119は今日で運用1ヶ月になります。リアルタイムの情報共有で大切な命を救うライブ119に皆様のご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは熊本市ライブ119で検索してくださいね。次回は市長とどんどん語ろう、ぜひご覧ください。